に本拠地を置き日本野球連盟に加盟する社会人野球の企業チームである。運営母体は、ホンダ技研工業。1983年、ホンダ技研工業の熊本製作所で、ホンダ技研熊本公式野球部として総部。1983年に日本選手権に初出場し、1988年の日本選手権では、 準優勝を果たした。1990年、都市対抗野球に初出場を果たした。2001年、チーム名を本田熊本公式野球部に解消した。2002年、都市対抗野球で準優勝を果たした。2007年、チーム名を本田熊本公式野球部に解消した。2016年、4月16日に発生した。 熊本地震により、工場が被災し操業停止となり、完全復旧は8月までかかることになった。チームは、茨城県で行われる Java 日立市長バイ、争奪大会の予選リーグ参加を予定していたが急遽、危険し、フェリーとバスを乗り継ぎ熊本に戻った。一時的に活動を休止したが、4月21日から活動を再開し、 選手たちは練習後に支援物資の仕分けや引っ越しの、手伝い等のボランティア活動に従事した。その中で、同年の都市対抗野球に、九州第一代表として、出場を決め、開会式では、ボランティア等の震災支援が評価され、同じく熊本に、本拠地を伏線度、史上、ゴールデンラークスと共に、地域の元気総務大臣賞の表彰を受けた。試合は、 初戦で日本新薬に逆転負けを喫したが、スタンドには熊本のご当地キャラクターである熊本が登場し、社員や家族、施設応援団、浜松や栃木の工場などから約1万5千人の応援が詰めかけた。ありがとうございます。